いつも楽私会見しています「背が高いことがコンプレックスな女の子を開けましたい外国にいてください」。あの日本の場合ってそのちっちゃくて可愛いっていう表現とあと日本の男性って割とその自分より弱いものを好む男性が多いのでその背のちっちゃい人とかあのち若い子とかあのなんかあのそのなんかそのちっちゃい若い髪が短いあのなんかあの化粧が濃内いとか。 っていうのがかきなタイプの人ががが他の国に比べて割合が高い気がするんで,すよ、ね、なのであのまあその彼氏がいるんだったら全然いいんですけど基本的にはそのやっぱ自分より背の低い人の方がいいよねっていう人がいて自分より背の高い人と付き合うとそのなんか自分が背が低いということがなんか余計こうコンプレックスを刺激するから自分より背の高い人と付き合いたくないっていう男性が日本は結構多い気がするんですよね。 で他の国行くとなんか女性の方が背高いカップルみたいなのもザラにいるしそこまで気にしない割合が高い気がするのでなのでさっさと外国行っちゃった方がいいんじゃないかなと思いますちなみにあのオランダとか行くとびっくりするぐらいみんな高いんであのオランダの平均身長男性180女性が170とかなんですよねなのであの僕1734とかなんですけどまあ平均身長が女性の平均身長が僕ぐらいなのでなのであのその オランダの公衆便所とか行くとめちゃめちゃ便器の位置高いんですよ。っていうのがあったりするのであのでっかいとこに行くとあのなんか自分が背が高いということが全く気にならなくなると思いますご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします